まあ、ということで、いつも通り、第1回目は、セロリ1、名前と学名からですね、いつも通り、紹介していきたいと思います。名前はセロリですね。で、英語とフランス語はこういうふうに書きますと。で、学名はですね、アピウムとか、アピウム、グラベオレンス、というふうな学名がありますと。で、分類としてはセリ科、1年草、まあ、またいで2年草だったりします。で、原産地はヨーロッパ、中央アジア、インドと結構幅広いです。で、別名としては、まあ、日本では昔オランダ三つ葉と呼ばれていたと。まあ、今でも呼ばれることもあるんですけれども、別名オランダ三つ葉ですね。まあ、セロリと呼ばれています。で、いつも通り学名ですね。これラテン語に関してなんですけれども、アピウムはそのままセロリっていう意味があったりします。で、ラテン語とやっぱり、セットになる言葉でケルト語っていうものがありまして、そのケルトの言葉ではアピウムは水っていう意味があります。で、グラベオレンス、これはですね、重い、要は重みですね、グラビティの、に通ずるものなんですけども、重み、重いっていう意味とか、強い匂いっていうような、意味もありますと。まあ、まさにセロリ独特の香りが強いですので、まあ、そういったことも含めて、こういった特徴を捉えた名前ということですね。はい、なので、まあ、今までラテン語を中心に言ってきたんですけども、こういうケルト語とかそういったこともですね、今後入ってきます。やっぱこういうものも覚えておくと、他のものに対してですね、いろんな共通点がつながってくることもあるだろうということですね。頭に入れておくといいのかなと思います。はい、はい、ということ で動画を最後まで、見ていただいてありがとうございました。よろしければいいね、高評価ですね、するとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたらぜひ書いてください。あとですね、工程料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ、何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、アラプクシェンのポー。